95 down the freeway. ヤーマン、ヤーマン、ヤーマン。 YouTube の YouTube、 かなり声援詳しいんで、何なのか何もありません。ここからは東京の方に新潟の方に今、LINE が2つ、ミキサーが2つあって、そして今、研究生育中で、家にあるのが真空ミキサーで、ここがメインですね。なかなか、という規模で真空ミキサーに入れてるところはないと思うので、製麺屋さんであればあると思います。Second in the night, I'll be reaching up to every moment in the light. You know I got a reason, I got a mission that excites me. 水回しがすごく難しいじゃないですか。ああ、そうです。そのためにまあこのシンクミキサーっていうか、やっぱり均一に水が入る。熟成時間もやっぱり普通のデリキンよりも早い。昔だとやっぱり加水率を変えたりしてたんですけど、うちの方針としては環境を整えて一定にしてあげる。室温だったり湿度だったりを管理して、中に入れるものは常に一定で出していく。中身に関しては割合とか濃度とかも一切いじらないようにしてるんですね。ものすごいちょっとコストも手間もかかるんですけど、昔ならやっぱり今日はちょっとね、気温低いしとか加水をちょっとこしょうっていうのがあったんですけど、ここはもう常にこの中を一定にしてそれで作ってるんで。毎日試行錯誤してるんですけれど、やっぱり寝かせた方が旨味というかな、ラーメンになった時にこうスープと合わさった時にもっと美味しくなるということで、今寝かせ作ってね、アップするっていう。ここはできて10年になるんですけど、その前にはまた別の場所でこういう設備はなかったんで、やっぱり毎日こう加水率変えたりちょっと季節によって変えて作ってた。みんなで集まる時間がないので、やっぱり各々を検証してパソコンであるんで、そこでメールで入れて検証結果こうでしたよ、で、まあ、改善していこうみたいな。東京の秋葉原で8店舗あるんで、なかなかね、みんなが一斉に会うっていう時間がない。お話をしていた先生で、さらに続けておいて4対0とか、ここも寝かせなんで、どう熟成っていうか、寝て落ちたのをどうっていうか、そこでデルタナイフ感だけでちょっと寝かせて、
初も大きい多分製麺屋さんですと、もう落としてそのままやって、巻き取りからこう、箔詰めまでオートでやって、それが多分店頭に並んでしばらく時間がかかるんで、熟成時間そこまで考えて多分すぐ出してる。うちではまあ寝かせて美味しさをやっぱり出る時間も考えて作ってるんで、少し寝かせの時間とかも取ってます。歯触り1枚と2枚も変わります。違いますね。違います。大体これが2つか、ね、縦型のですぐ切り場があって出てくる連続安定器もなかなか普通の個人のラーメン屋さんでは置いてるところ少ないと思います。一番はどうですかね。すべてとしか言いようがないですよね。試すときはそうですね。今ある中でやっぱりいろいろやってしまうと、どこが悪いのか、どこを変えたらいいのかっていうのはもう永遠に続いていくので、一つのことをやって、これはここが一番いいっていうのを出してから、じゃあこっちの方も見直していこうよっていうふうにやってるんで、すべてにはなるんですけどね。多色材とかそういう防腐剤も使ってますので、ごく一般的な添加物だけの関数幅広い方にいろいろ食べていただきたいので、提示してあんた美味しいものを。空気がずっと入ってると、やっぱり食感的にやっぱ柔らかくなって、ちょっと後をかけながら見ながら締めていく。うちの麺、ね、いわゆる硬化水の麺、ね。硬化水麺、ね。はい。それ何パーとかって聞いちゃまずいっすよね。大丈夫ですか？45%。カセル 45%。締めた。作る時もやっぱりスープのことも考えて、一緒になった時にどういう状態になるかって考えて麺も作ってます。麺だけ買ってもダメだし、スープだけ買ってもダメだし。社長から教わってることは、要はこう毎日食べれるラーメン、要は毎日食べても飽きないように心がけてる、要はご飯みたいに日常的に食べれるもんであるべきだと思うから、そんなかしこまって格式が高いようなやつだと、まあ、まずいんじゃないかな。フランクにちょっと食べてもらって、美味しい、また明日も食べたいなっていうのを心がけて。
nothing but change your mind. Only makes sense to leave it all behind. Oh Lord, oh no, all this went out. ほとんどのメーカー、全メーカーの差は言えないですけど、みんな買ってみましたよ。他のラーメン屋さんよりもいっぱい努力しなきゃダメだろう、生き残るには。10倍、20倍、100倍かもしれない。困ってはダメ。困ってはダメだから。Don't care if it costs me, you're worth it anyway, ayはい、毎日転職を繰り返してきたんで、なぜマヨを食べたかわからないですけど、何本マヨぐらいいってるか、まだまだ途中でっていう。彼は言うんだけど、俺に聞くな、これに聞けって、俺に聞いても何も答えてくんねえよって。毎日やっぱり何かしらのシグナルを発してるんで、そこ気づかない。Purpose, purpose. Yeah. Hey. I've been going off. アスリートたちはみんな同じこと言いますよ。もっともっと上を目指したい。みんな優勝してももっともっと上を目指したい。それです。人生でしょうね。ここに携わる以上、入るときにもう底面レシピなんかも分かりました。その勉強も全く素人から入って、もう勉強して安心安定で美味しいもの、それをやっぱり届けたい。I'd have been through a whole thing, moved out from my home state. This ain't what we got here, but I promise you anywayだけど、皆さん命とかおっしゃるんじゃない？そうですよ。You ain't gotta do this. Searching, searching, searching for purpose, purpose, purpose. You ain't gotta do. You ain't gotta do.Searching, searching, searching.